抵抗ペンギン。死刑囚になるとどうなるのか。ああ、ついに死刑判決を言い渡されてしまった。僕はこれから刑務所の中で死を待つのみ。それは違うな。死刑囚は刑務所ではなく拘置所内にある死刑房に収監される。そうなの？なあ、刑務所は受刑者が労働という刑を課せられる場所。しかし死刑囚は死ぬことが刑罰だ。だから死刑房の中に入ってしまえばもう二度と出てこられなくなる。どっちにしろ最悪だよ。いつ死刑になるの？ねえねえペンギン、僕の死刑はいつ執行されるの？今日、それとも明日？それは教えられない。ケチ！お前囚人のくせに態度がでかすぎないか。かつては前日の夜に死刑執行日を告知していたんだが、それで自殺する死刑囚が出てきたからな。今は当日の朝に告知することが慣例となっている。じゃあ明日死ぬかもしれないって毎日ビクビクしながら過ごさなきゃならないの？そうだ、自分の犯した罪の重さを毎日噛み締めるといい。やだよ。ちなみに死刑判決が出たからってそんなすぐ死刑執行されないぞ。中には40年以上収監されてる囚人もいるからな。40年も？いくらなんでも長すぎない？その間の囚人の食事代なんかは誰が払ってるの？もちろん国民の税金からだ。日本全国の刑務所や拘置所、少年院にかかる経費は年間約2300億円と言われている。そこまでお金かかるなら僕たちをここから出して自由にした方がお互いのためだと思うな。絶対にダメだ。世の中にはな、金には変えられないものってのがあるんだよ。ち、やっぱりダメか。ま、さすがに死刑執行まで何十年もかかるケースは珍しいけどな。死刑確定してから大体7年以内には執行されているのがほとんどだ。法律では死刑確定から半年以内に執行するように定められているらしいが、最短でも2年はかかってしまっているのが現状だな。なんでそんなグズグズしてんの？しっかりしなよ。お前が言うな。死刑囚の生活、僕は死刑囚だし、これから毎日馬車馬のようにこき使われて労働させられるんだろうな。辛い。この先は地獄に違いない。パンダ、これがお前の1日のタイムスケジュールだ。はいはい、どうせ鬼スケジュールなんでしょ。あれ、何これ、間違えてない？自由時間がすごく多いんだけど。間違えてないぞ。それがお前がここにいる間の基本タイムスケジュールだ。起床や消灯、食事や入浴などは決められたスケジュールに沿って行動してもらうが、あとは比較的自由だ。自由時間には小説や雑誌も読めるし、絵を描いたり文章を書いたりしてもいい。囚人の中には書道を始める者もいる。週に 1,2 回はテレビ鑑賞会だってあるしな。その時にドラマや映画、バラエティ番組を見られるぞ。あと週に1回、監視付きで日光浴という名の散歩ができる。怪しい、怪しすぎるよ。何かの罠じゃないの？死刑囚にこんな自由が与えられるわけがない。最初にも言った通り、死刑囚は死ぬことそのものが刑なんだ。死をもって罪を償うってやつだな。だから死刑囚には通常の受刑者のような刑務作業は課せられないんだよ。死刑と作業の刑で二重刑罰になってしまうからな。そうなんだ。ただ何もしないでいるのもきついだろうし、申請さえすれば少ない額だが刑作業で金を稼ぐこともできるぞ。やだよ、働かなくていいなら僕絶対働きたくないもん。さすが死刑宣告されるだけあって根っこが腐ってるな。孤独な時間、しんどい仕事もしなくていいし、思ってたより死刑囚って楽かも。でもずっとこの狭い部屋に一人でいるのも退屈だな。ペンギン、僕ちょっと外に出たいんだけど。無理だ。死刑囚であるお前が独房を出られるのは入浴時間と運動時間だけ。今はその時間じゃない。面会は？誰か僕に会いに来てない？残念ながら誰も来てないぞ。いいよ、ここで静かに本でも読むから。三食ごろ寝つきと思えば最高。ペンギンは毎日仕事しなくちゃいけなくて大変だね。その余裕がいつまで持つかな。1ヶ月後。そして彼はうんこを踏んでいったんだ。ダフんだって。おいパンダ、壁に向かって何を喋ってるんだ。ペンギン、僕は壁と話してたんじゃないよ。友達のクリスティーヌと話してたんだ。やべえなこいつ、孤独なあまり見えないお友達作っちゃってるぞ。だってずっと一人なんだよ。しかもこの部屋狭いから圧迫感がすごいし、このままじゃ死刑執行される前に孤独死しちゃうよ。三食しっかり食ってるくせに何言ってんだ。それに一人だと嫌なことばかり考えちゃって、死ぬ時って苦しいのかなとか、僕は天国に行けるのかなとか。犯罪者のくせに天国行きたいとかずうずうしいの極みだな。
死ぬの怖いんだよ。ペンギンお願い、僕に何か計算をさせてください。この孤独空間から少しでも抜け出したいんだよ。分かった分かった、お前も明日から軽作業のメンバーに加えておく。その日失望だ、立て。え、僕ここから出られるの？ああ、ついにお前が罪を償う時がやってきたぞ。ってことは…やったー、まだ死にたくない。こら、暴れるんじゃない。もう二度と悪いことしませんから。そしてはっ。大丈夫か、お前すごいうなされてたぞ。なんだ、夢か。夢でよかった。そんなに恐ろしい夢だったのか。自由でいられることの素晴らしさに気づいたよ。僕たち一日一日を大切に生きなきゃね。というわけで僕は今日も定時退社します。ちょっと待て。ネットゲーム対策条例が施行されたぞ。終わった。死んだ顔しているな。ただ実際に効果があるかは怪しいぞ。次回ネットゲーム対策条例が実施されるとどうなるのか。次にガチャ回さなきゃ。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が胸にピチピチしてやる。ピチピチ、ピチピチ、ピチピチ、ピチピチ。この腹黒パンダが。